マリア・パパソティリウは、アメリカ合衆国パーク、リッジ出身、ギリシャの女性フィギュアスケート選手。2007年から2010年にかけて、世界フィギュアスケート選手権ギリシャ代表3回、ヨーロッパフィギュアスケート選手権ギリシャ代表4回。名は、マリア・エレナと表記されるものも多い。性は日本語で、パパソティリウスと表記されたものもある。8歳でスケートを始め、 14歳から15歳にかけて、いくつかの3回転ジャンプを習得する。父がギリシャ出身、母方の祖父母はギリシャ人であることから、2006年にパパソキリューからギリシャ表情競技連盟に働きかけ、テストを経てギリシャ所属として国際競技会に出場するようになった。生活と競技拠点はアメリカ合衆国入りの一周、グリーンウォークで、 グレーシアアイスアレーナで練習している。この節は、スケートトゥデイによるマリア・パパソティリウの特集記事からの引用です。ありがとうございます。